キュースキュースは、茶を入れて注ぐ際に使用される容器。乾燥させた茶葉を入れ、湯を注いで、茶葉が開くのを待ち、傾けて、茶を茶碗などに注ぐ。ティーバッグや粉末茶を使うこともできる。本体と一体化した取っ手が、次口から見て向かって、右側に突き出している製品が多い。取っ手が後ろにあるキュースや、取っ手がなくても、キュースとして売られているタイプもある。 取っ手がない急須は手で持ちやすいように断熱性が高い素材を使う場合のほか、ぬるめの湯で入れるうじ茶などに伝統的に使われてきた包苗がある。急須と同じく茶を入れるための道具に土瓶がある。一般に急須は銅と同じ材質の持ち手が銅の横からついているのに対し土瓶は銅とは異なる素材の持ち手が上についているものが多い。また、 急須は主に玉露や煎茶などを入れるために使われてきたため比較的容量が小さいのに対し、土瓶は主に番茶などを入れるために使われてきたため、容量が大きくなっている。また、湯沸かしに用いられる夜間は、漢字表記では夜間となることからもわかるように、元来は薬湯を煎じ出すための器具である。英語圏では、ティーポットも、急須、土瓶も一括りに、ティーポットと呼ばれる。 キュースの原型は中国で発明され、茶を飲む習慣がある文化圏、とりわけアジアでは、古くから使用されている。日本では、江戸時代後期に、上方から江戸に伝わった。キビ女とも呼ばれた。キュースという呼び名は、青木商事によれば、キュースは、中国、呉の方言で酒を温める器、旧焼き、旧火焼きは、福建の方言で湯を沸かす、器のことという。 九須、九焼きといった横手の湯沸かしを茶を出す道具に転用したのは法歴6年、甲府用による。日本独自の横手九須は本来中国で湯沸かしとして用いられていたものを茶を入れる道具に転用したものとされる。各喫茶文化圏で独自の発達も見られ、それぞれ補助的な道具が付随することがある。例えば日本では、 玉露などの低温の湯で入れる茶葉が発達したため、湯覚ましを併用することも多い。素材は陶磁器性が最も一般的である。特に中国のチャンス以上技工用で作られた紫砂の茶壺は古来より珍重された。これは無誘の焼き締め陶器で、陶地で散する粘土は鉄分を多く含んでおり、焼成後は主茶色や黒紫色を呈することから主で紫泥と呼ばれた。 あとに、日本の一万古焼き、な滑焼きやイギリスのウェッジウッド用でもこれを模倣した。日本では、急須の主流を主で、紫泥の製品が占めている。日本では、イマリ焼き、くタに焼き、瀬戸焼き、薩摩焼きなどの磁気性も多い。また、微前焼きや丹波焼きなどの焼き締め陶器や、美野焼き、萩焼きなど陶器製のものなど、非常に多くの種類が生産されている。 この多鉄製、ステンレス製、アルミニウム製、石製、さらに透明な耐熱ガラス、樹脂製のものもある。急須は、急須本体と蓋からなり、急須本体と蓋の間に、タ付きがなく隙間のない、すり合わせの良いものが良品とされている。香りを楽しむには、筒型の急須がより良いと言われている。一方でよりが強く針状の茶葉をよく開かせるには、 平型の急須が良いと言われる。なお、急須の継ぎ口についているビニールの多いは、輸送時の破損を防ぐための保護具であり、開梱後は取り外す必要がある。チューブをつけたままだと、そこに汚れが溜まり、雑菌が繁殖しやすいという問題もある。また、食品衛生法に適合していないものは、熱湯を注ぐと有害物質が溶け出す恐れがある。急須を含む茶を注ぐ道具は、 取っ手の位置や有無によって以下の4種類に分類される。このうち急須と呼べるものは横手のもののみであるという見解もある。上手の土瓶茶葉の細かい日本茶で茶袋を用いず茶を入れる場合茶碗に細かい茶葉が入るのを防ごうと思えば急須の中に茶こしが必要となる。特に第二次世界大戦後茶の製法の変化から目詰まりしにくいステンレス製の 茶こしをつけた急須が普及した。なお、茶こしがなく、蓋と本体の隙間から茶を注ぐものを特に絞り出しと呼び、放病に多く見られる。ありがとうございます。